ゆっくりしていってねー。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、トップガンマーベリックスのデビュー考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていっ今北産業、1986年に大ヒットした飛行機パイロット映画の続編、誰におすすめなのぜ。前作のファン、ミリオタにおすすめ。ここから、あらすじの解説を行います。主人公のトム・クルーズは、前作のトップガンの頃からとても優秀だったために海軍大佐なっており、米海軍の過去40年間において空中戦で、3機の敵機撃墜記録を持つ唯一のパイロット。書が前作から露呈していたように主人公は組織に向いていないタイプの一匹狼なので、管理職ではなく現場で働きたいと突っぱねまくった結果、無事に左遷され、スクラムジェットエンジン搭載の極超音速テスト機、ダークスターのテストパイロットを務めることになる。お前、そのダークスター使ってマッハ10を叩き出せよ、というミッションを与えられ、なんとかマッハ10をクリアした主人公だが、あれ？これってひょっとするかもしれませんよ、とスケベイ心から限界を超えようとした結果、ダークマターは爆発資産、どう考えても、はぁ、つっかえ、お前、クビや、という案件なのだか、昔の仲間の助けを借りて、若手のイキリパイロットたちの教官の職に就くことになる。この後イキリたちを飛行機運転技術でギャフン、と、言わせて誰が群れのボスなのか？を分からせた後に、ならず者国家のロシアが NATO 条約に違反する、ウラン濃縮プラントを建設し稼働させようとしていたため、それを破壊すべく特殊作戦が計画される。マーベリックチームは選抜を選んだ後に、この濃縮ウラン施設を直接戦闘機を使って叩くには、極限飛行をしまくる針の穴を通すような操縦技術が必要とのことから、チームで何度も挑戦するが、一度も成功することはなかった。果たして、トップガンチームは一度も訓練で成功できなかった。ミッションを達成させることができるのか？というシナリオ。はい。で、ここからはこの映画の人物紹介を始めます。というのもこの映画って半分くらいは前作のファンサーで作られているから、この映画を見る前に前作のトップガンを見ていないと、感動が薄れるというか、よくわからないシーンがたくさん出てくるんだと思うんだよね。まずは、このチームイキリにいるこの男で、こいつは前作に出てきたグースってキャラクターの息子で、このグースは前作でガメをベラしてるって設定。で、トム・クルーズはもう仲間を失いたくない。ましてや友人のご子息を殺してしまうような任務には就かせたくないとか、そんな理由からこのグースの息子と確執を生むっていうのがこの映画のミソなわけ。で、こいつは前作に出てきた主人公の元恋人という設定の女。前作をめちゃんこ注意深く聞いているとチラッとセリフで出てくるのぜ。まあ、新キャラですね。で、こいつはアイスマンって言って前作に出てきたキャラ。まあそんな感じで、前作のファンサーがクッソできてるし、テンプレを踏襲した青春シナリオしててべね。トップガン自体も、飛行機バトルが半分、青春ものが半分の映画なので、同じ監督が作ってて、前作のファンサーがちでよくできているのぜ。で、この映画って飛行機を使った飛行機アクション映画ってのと、ヒューマンドラマって作品であり、アクションシーンはキレッキレな撮影方法だったり、ガチで戦闘機に乗ったような気になる見せ方だったり、バトルシーンはキレッキレでガチでモルトベーね。この映画以上に面白い戦闘機バトル映画ってないんじゃないか？ってくらいガチでバトルシーンは見応えたっぷりなのぜ。で、ヒューマンドラマの方も、前作のファンなら、この女優、とかこのキャラはあのキャラの息子なのか、みたいな感じで楽しめるし、トップガンを見て育った親父世代は、この映画を見て感動するんじゃないかな？ってのがよくできた。ガチでファンサーがよくできている作品。で、おまんじゅう的にこの映画ガチでゴイスーだなって、思った部分は、多分なんだけど、親父世代だけで大ヒットを作ったと思われる。タイトルが持っている吸引力だったりそんな感じがガチでゴイスーだなって部分。というのは、映画を大ヒットさせるには広く、薄くたくさんの層を取り込む必要があるのぜ。そうそう、ところがこの映画って割と半分はファンサー作品だから、まあ前作見てなくてもたしなめる作りにはなっているけど、前作見て復習してきてくださいねって感じの作品なわけ。なので、割かしご新規さんお断りみたいな感じなので、メインターゲットがあまり金を落とさない親父世代なのにもかかわらず、大ヒットを記録した部分が、ゴイスーポイント。そういった親父世代が何度も映画を見に行ったらしいんだよね。はい。要するに一部のリピート客を大量に作ることによって、大ヒットを作ったような映画なんじゃないかな？
って部分が語彙数で普通に語彙数な映画。ではでは、最後にお饅頭的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1中星4。普通に面白い映画だし、前作のファンなら大満足の期待を裏切らない作品。何よりもバトルシーンは見応えがあるし、前作のファンサーがくっそよくできている。続編も乗って大抵外すんだけど、この映画は続編ものでありながらファンの期待に真正面から応えた作品。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。